バルバラ・シフィオンテク・ジェラズナは、ポーランド出身のフルート奏者、ノビビシニチの生まれ、クラクフ音楽院で、バツラフ・フジャックにフルートを学び、パリ音楽院でも、ガストン・クルネルの訓導も受けた。1959年ウィーン国際音楽コンクールの、フルート部門で3位、1961年の、ウッチ国際語学コンクールで3位に入賞し、1962年の、 ヘルシンキ国際音楽コンクールで銅メダルを授与された。1964年のワルシャワの秋音楽祭の開催中にオルフェウス賞を受賞し、フルート奏者としての名声を確立。室内楽の方面でもメガワットにアンサンブル、ワルシャワハープトリオやバロック30相談のメンバーとして活躍し、1974年にクラックフ氏から検証された。 1965年から母校のクラクフ音楽院で更新の指導を行うようになり、1981年から勘、打楽器及びアコーディオンのコースの主任教授となった。1999年から2002年まで同音楽院の院長を歴任している。バーバラ・スビアテック・ゼラザナ1999から2002。2017年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月14日閲覧バーバラスビアテックディスコグスありがとうございます